ワンパン、はいどうも、こんにちは。ザワと申します。ノブラクシ実況、続きやっていきましょう。ということで、セナさんルート、続きやっていくんですけれども、あのね、私事なんですけど、先日、口内炎ができまして、めちゃくちゃ痛いんですよね。アフター性っていうあの白いやつね。唇噛んじゃった時に、血出てきて、あー、これ、できるなーと思って放置してて、まあ、案の定できまして。まあ、放置っていうか、まあ、ちょっと薬塗ったんですけど、まあ、無理でしたね。まあ、ちょっとね、痛いんでね、喋るたびに。まあ、いろいろ、こう、噛んだりとか、ちょっと、間が空いたりしたら申し訳ないなという感じなんですけど、まあ、さしていただければなと思います。はい。まあ、できる限りちょっと、間が空いたりしたら、編集でカットしていくんで、はい、よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、センサンルートやっていくんですが、前回ね、まあ、まさかの、段ボールで通販でね、こう、頼んだやつの中に、なんか手錠とかね、いろいろ入ってましたけど、いやー、なんかね、炉から始まって、こう、棒線で終わるね、マッサージ機みたいなやつありましたね。ねえ、なんか、佐野場の方でもね、オナチさんが、なんか、そういうシーン、あるらしいんですけど、そういうのを持ってて落とすシーンがあるらしいんですけど、まあ、それの、なんだろうな、前身なのかな、これが。わかんないけどね。はい。まあ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 、セナさんも、まあ、そういう属性ということで、じゃあ、まあ、どういう感じになっていくのか見ていきましょう。何に使う予定だったんだろうな、あれな。はい。じゃあ行きましょう。とはいえ、恥ずかしい。女の子がこんなの買ってるだなんて。あの時は勢いで注文しちゃったけど、状況が変わっちゃったし、もう必要ないぐらいだよね。勢いでさ、勢いであれ注文するの？なんか。まあ、でもセナさんもいろいろ溜まってたんだろうけど、あれをさ、使うとしてさ、自分で使うしかないよね。なんか、あれ？たくみくんに使ってもらうの？こう無理やり入れてみたいな。とはいえ、捨てるのもためらっちゃう。そもそもこれは燃えないゴミ？資源ゴミ？わかんないです。わかんないです。少なくともゴミの分類表にはね、炉から始まって防戦で終わるなんて載ってなかったしね。そうよね。そうですよね。とりあえず、しまっておこうかな。いつか何かの役に立つかもしれないし。何かの役にか。何の役に立つんだろう。そう思い、私はタンスの引き出しを開ける。普段あまり使わないそこには大切なものなんかをしまっている。おお。もしかしたら、たくみさんが使いたいって言うかもしれないし。うん。そんな時、すぐに出せる位置にある方がいいよね。どういうシチュエーションそれ。なんか、ちょっとあの機械を使ってみたいな。もう、たくみさんエッチですよ。始まりましたね。もうたくみさんになってるからね、今はね。そんなことを考えながら、ローダーをしまおうとしたときに気づいた。はい。あれ？ん？あれ？あれ？ない？ない？ない？え、どういうこと？引き出しの中を隅々まで確認するけれど、やっぱりない。もしかして、制服のポケットに入れっぱなしなのかな？おい、嘘だろ。嘘だろ。いやいやいや、制服のポケットも確認してみる。でもやっぱりそこには何もなくて、はい。そんなはずは。もしかして、落とした？ってことは？ってことは？まさか？たくみくんが拾った？千秋さん！はい？何でしょうか？ここ最近、屋敷の中に髪留めが落ちていませんでしたか？ああ、そう、髪留めね。そう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 。そうなんだよね。いえ、見た記憶はありませんが、落とされたのですか？多分、どこで落としたのかもわからないんですが、いつもの場所になくて。ああ、だから、そう、クラスメイトがね、バキってやっちゃったのとかね、もう知らないんだもんな。わかりました。見かけたら、月山さんにお渡しいたします。よろしくお願いします。私ももうちょっと探してみます。まあ、セナさんにとっては、まあ、すごい大事なもんだからな、多分な。そっか。ここでね、その話が出てくるんだな。なんか、いつ出てくるかなと思ったけど。ここにも落ちてない。
でもさ、ローターの下りからさ、大切なものこの髪飾りの下りに持っていくっていうのもなかなかですよね。ギャグからのこのつなぎが面白いよね。まあまあ見ていきましょう。セノ、仕事も終わり、いつもなら部屋で勉強をしているような時間。セナは部屋で勉強するのではなく、何やら部屋の中をうろうろしていた。何してるんだろう。ない、見つからないよ。どうしてないの。セナ、何か探し物でも。たくみさん。どうしたか。俺も手伝うけど。いえ、大丈夫です。何も探したりしてません、うん、おやすみなさい、たくみさん。え。まあでもそっか、セナさんからしたらな、大切なものなのにみたいな、申し訳ないって気持ちがあるのかな。慌てた様子でパタパタと走り去っていくセナ。やっぱり様子が変だよな。いろいろとな。まあお前からしたらもうね、いろいろと様子が変だと思うよな。あれなんだこのグッズはとかさ。なんかあれそわそわしてるし、なんだみたいな。一体どうしたんだろう。ずっと様子が変だよな。さあ、どうなるのかな。クラスメイトとのね、話とかも。お、やっぱり、ここにもない。でも、ロッカーの方にもなかったし。どこに落としちゃったんだろう。机やロッカーを探したけれど、やっぱり見つからない。屋敷の方も全部探したつもり。でも、どこにもない。そもそも毎日掃除をしてるんだから、目立ったところに落ちているはずもない。だからロッカーの隙間なんかを探したけど、見つけることはできなかった。まあそうなるとね、まあ学校の中ってことになっちゃうけどね。もう捨てられちゃったのかな、それとも誰かに拾われちゃった。だったらもしかして届けられてるかも。うん、まあそうなるよな。髪留めの落とし物ですか。そうですね、髪留めの落とし物はいくつか届いていたと思いますが。お、本当ですか。はい、ここ1週間の間だけでも、そうですね、5から10個ぐらいは。そんな落とす。そんな落とす。5から10個も落とす。まあでもそっか、着替えとかの時にちょっと忘れ物みたいな感じで。でもそう、落とす？確認させてほしいんですが。うん。わかりました。ちょっと待ってください。すぐに持ってきますからね。あ、てかあの人たち、あのクラスメイトの人はさ、割れたさ、髪留め、どこに持ってったんだろうね。落とし物のところに持ってったのかな？今届けられている髪留めはこれで全部です。お。きっとあれなんですよね、こういう髪留め一つにしてもお高いんでしょ。まあな。どうなんでしょう、少なくとも私が落としたのはそういうものではなくて。いやでもまあセナさんにとっては価値があるものですからね。そうなんですか。あ、でもそうですね、あなたは自重家ですから、普通家の人たちとは違いますよね。なんかそういうの、そういうのなんかね、こうゾワッ、なんか嫌だなって感じになるけど、まあ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 実際そうだからな。どうですか、この中に落とし物はありますか。ありません。ないか。これ以外に髪留めの落とし物は。残念ながら届けられていませんね。あー、そっか、なんか回収してなんか渡せないみたいな。なんか壊しちゃったからねえ、今更渡せないみたいな感じで、でなんかさ、こうかね、それと同じようなものを見つけてるみたいなさ、こと言ってたよね。で買って弁償しないとみたいな。そうですか、お手数をおかけしました。落とし物で届けられてないとなると、うん、捨てられてしまったのかも。いやー、きついなこれ。あ、ごめんなさい、先生ったら無神経なことを。いえ、別にいいんです、落とした私がいけないんです。
そんなに大切なものだったんですか？はい、すごくすごく大事なものなんです。わかりました。また落とし物が届けられたらお知らせしますね。よろしくお願いします。いやー、そうだよな。どうすりゃいいんだろうな、これ。まあ、クラスメイトの方から話しかけてこないとって感じだもんな。月山さん、今日も元気ないね。やっぱりその性欲について悩んでるの？そんなずっと性欲について悩んでるか。そんな人が。いえ、今日は違うんです。うん、性欲の話はもう決着がつきましたので。まあまあまあ、確かに。うん、それじゃあどうして元気がないんですか？決着。実は落とし物をしてしまいまして。お、大事なものなのに。落とし物って何ですか？お財布？携帯？髪留めをなくしてしまって。あ、髪留め？お、はい。あれ？とっても大切なもので、大事にしてたはずなのに、どこでなくしてしまったのか見当もつかなくて。あれ、このクラスメイトたち知ってるはずだよね。昨日からずっといろいろ探してみてるんですが、見つからないんです。ああ、それは髪留めってやっぱりあれだよね。待って、ここでちょっと隠蔽するのはダメだぞ。そうだと思います。お、というより他にないのでは。何か知ってるんですか？ごめん。おうおう。一体どういうことですか？ごめんなさい、今持ってます。まあ自分からね、ちょっと行かなかったのはあれだけど、まあそうか。まあこう言われたらな、まあ、正直にね。本当、わざとじゃないんですよ。わざとじゃないんですけど。え？まさか。ごめん、月山さんの髪留めってこれだよね。私の髪留め。いやー、これな。ちょっと前に落ちてたんだけど、知らずに踏んじゃって、飾りの部分が取れちゃって壊しちゃったんです。私が踏んじゃったの。本当にごめんね、月山さん。もちろんちゃんと弁償もするから。これはな、まあその弁償とかね、そういうあれじゃないんだよな。なんかな、あの月山さん。え、はい、何でしょうか？本当にごめん。いえ大丈夫ですよ。仕方ありません。踏んでしまったものは、まあセナさんからしたら、その踏んでしまったことに対してじゃなくて、ちょっとたくみくんへのね、なんか、申し訳なさみたいなのがずっと募るんだろうな。それに落としたのは私ですから、責任は私にあります。本当に怒ってない？大丈夫ですか？一応代わりになりそうな髪留めを準備はしてるんですけど。いや、でもこれセナさんな、自分を責めそうだな、このまま行くと。これなんだけど、同じのを探したんだ。それで駅前に売ってたお店は見つけたんだけど。駅前？それなら多分これを買ってもらったお店と同じだと思います。うん、ただな。まあ違うよな。でももう売り切れてて、そこしか売ってない商品だから、もう手に入らないだろうって。そうなんですか。今まで黙ってたのも別に隠してたわけじゃなくて、誰のものなのかわからなかっただけで。あ、そっか。あの、落としちゃったけど、これセナさんのかなみたいな、なんか感じで言ってたんだっけ、確か。だけどなんかとりあえず誰なのかわかんなくてみたいな、壊しちゃったなみたいな。もう気になさらないでください。それに代わりにいただいた髪留めも可愛いですよ。ありがとうございます。本当にごめん。いえ、本当に大丈夫ですから。いやー、大丈夫じゃなさそうだな。まあまあまあ、そのクラスメイトもね、ちょっと申し訳な
ない気持ちなんだろうけど。壊れちゃった。たくみさんからもらったのに、初めてたくみさんからもらったプレゼントなのに壊れちゃったよ。飾りが完全に取れちゃってる。壊れた部分をくっつけてみても当然元に戻ったり元通りになったりしない。どうしよう、こんなことたくみさんには言えない。二つになった髪留めを見ていると涙が浮かんできた。せっかくもらったのに、大切にしようって決めてたのに。ごめんなさい、たくみさん。涙がこぼれそうになる。いやーでもそれぐらい大切にしてたってことなんだよな、結局セナさんにとってはな。ダメ、我慢しなきゃ。こんなに大切なものを落とした私の責任なんだから。でも壊れて二度と元には戻らない髪留めを見ていると、こぼれる涙を止めることはできなかった。いやでもさ、こういうことになった時にさ、なんだろう、そう、壊れてるんだけど、こう、なんとか修理して、使うみたいなさ、すごい、なんで壊れてるのにそれ使うのみたいなさ、いや、これ大切なものだから、みたいな、なんかそういう展開もね、いいですけど、まあでも、修復できないぐらいに、こう、かなり、こう、いろいろ細かく壊れちゃったのかもしれないね。まあ、どういう状態なのかまだ見てないんでわかんないですけども。まあ、出てくるかどうかもわかんないし。まあ、でも、瀬名さんにとってはな、これはちょっと、きつい状態だよな。はい。じゃあ、続き見ていきましょう。どうも、昨日から瀬名の様子がおかしい。まあな。今朝もそわそわして落ち着きがなかった。そして授業が終わり、一緒に帰る頃になると、ものすごく暗かった。しかも、俺の方を全然見ようともしない。そっか。絶対何かある。隠し事を何かしてるはずだ。ただ、その内容が何なのかまではわからない。どうしたんだろう。相談でも何でもしてくれればいいのに。いや、でも、もしかして、しないんじゃなくて、相談できないことなのか。少なくとも、俺には言いづらいこと、男に言えないようなことなのか。だったら、同性の二人には相談とかしてるかもしれない。ああ、なるほどね。千秋さんと、ってことね。というわけで、お二人なら何か知ってるんじゃないかと思ったんですけど。残念ながら、何かしらの相談を受けたということはありませんね。の私も千秋と同じ。セナはずっと一人で悩んでるみたい。そうですか。最近一番月山さんに距離が近いのは藤島さんでしょう。何か心当たりはないんですか？心当たりですか。ずっと考えてるんですけど、誰にも相談できず元気がない。もしかして体調が悪いのかな。また以前みたいに無理をして。いや待てよ、まさか。おい嘘だろ、その流れでまさかあの例のグッズの話を出すなよ。ああなるほどね、生理が来ないとか。その他にも何か思い当たる症状があったかも。つまり月山さんが妊娠した。いや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 、妊娠ってどういうこと。まあそうなりますよね。精子と卵子がくっついた受精卵が子宮にたどり着いて子宮内膜に着床することだったかな。何言ってんだお前。そんな意味を聞いてるんじゃないわよ。そうじゃなくて、妊娠ってことは二人はその、キスをしてるわけ。はい、詳しくはですね、皆さん、詳しくはですね、あかりさんルートを見ていただけると助かります。ここに関してははい、妊娠イコールキスということでですね、キスをしたら、妊娠すると、本気で思っているあかりさんということでございます。はい、あだから、セナが妊娠するようなことをしたんでしょ。それはつまりキスしたんでしょ。まあ下の方で。千秋さんどう思いますか。千秋さん、千秋さん、
ああ、その、なんだ？マジか！マジか！まあ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 、もういいでしょ。あかりさんについては。泉様より、あなたの情報には触れさせないようにとのことでしたが。はい。常識ぐらい解禁しておくべきだったかもしれない。そうですよね。そうですよね。保健体育の常識ぐらいなんか知っといた方がいいんじゃないですかね。え？な、何？二人してそんなに呆れたような顔して一体何なのよ。うん。いえ、何でもありません。とにかく今は藤島さんと月山さんのことです。そうですね。妊娠を疑うような何かがあったのですか？月山さんが嘔吐したですとか、うん、産婦人科に出入りしているのを見たなど。まあでもないよな。いえ、それはありません。ただ誰にも相談せずに悩んでいるみたいだったから、もしかして妊娠かもと思って。その発想のぶっ飛び具合には脱帽いたします。まあそうですね。かなりぶっ飛んでますよね。相当ぶっ飛んでますけどね。源さんには言われたくないな。お前らでコントするな。確かにセナの様子は変だけれど、妊娠は考えすぎじゃないのかしら。うん、私も同感です。妊娠で悩んでいる風には見えません。そもそも自覚の時期も早すぎるのではないかと。まあな。そうですか。だったら本当にどうしたんだろう。二人とも何か分かりませんか？どんな些細なことでもいいんです。そう言われても、今一番親しい関係の藤島さんが知らぬことなど。ん？そういえば、あ、何か知ってるんですか？昨日月山さんが髪留めを探していましたね。おお、そっか。千秋さんは目撃っていうか、なんかちゃんと話したんだっけ？何やら慌てた様子でしたので、大切なものなのだろうと思います。その後も見つかった様子はなさそうでしたが。髪留め？でもいつものは今日もちゃんとつけていたわよね。いつも身につけているのとは違う髪留めだと思います。髪留め、セナが大切にするような髪留めか。両親との思い出の品とか。お前があげたやつじゃ。そんな話は聞いたことないわね。おう、だとしたら一つしかねえな。私も聞いたことがありません。うん、そうですか。となるとやっぱり俺がプレゼントした髪留めのことか。うん、これね、別にそこまで深い意味があってプレゼントしたわけじゃないけど、セナなら大切にしてくれそうだ。何か心当たりがあるようですね。うん、まあ一応以前プレゼントしたことがあるんですよ、髪留めを。そんなに深い意味もないし安物だったんですけど。なるほど、その髪留めで間違いなさそうね。他に考えられません。好きな人からもらったプレゼントをなくした悲しさと自己嫌悪に陥っているというところかしら。やっぱりそう思います。それなら俺に申し訳なさそうな顔をして相談してこないのも理由がつく。そりゃプレゼントした人間になくしましたてへなんて相談できないよな。まあまあな。ただそのそれいるか、このこれいるか、てへはいるか。まあ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 。ちなみにその落とした場所って聞いてますか？いえ、月山さん本人も分かっていないようでした。あと少なくとも屋敷の中にはないはずです。うん、月山さんに髪留めが落ちていなかったかと聞かれた後、念のために探してみましたので。ああ、おそらく心当たりの場所はセナが全部探してるはずでしょう。そっかそっか。でもあの様子だと見つかってないってことか。正直なところ探し出すのは難しいのではないでしょうか。非常に残念なことながら、下手したらゴミとして処分された可能性もあるだろうし、もっと高級品なら拾った人も気にするかもしれない。でもあれはそこら辺で売ってたものでお求めやすい値段だったからな。なんだお求めやすい。そうなると、うん、一番簡単な解決方法としましては同じ品をプレゼントすることでしょうか。まあでもどうなんだろうな。なんかそれもな、なんか違うよな。まあ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 、そうね、それぐらいしか思い当たらないの、ね、なんか同じものをもう一回ってなんか違うよな。だから今度はなんだろう、
もうちょいこうね、気持ちこもったものをプレゼントする方がいいんじゃないかな、改めてね。なんかもうちょいお金かかるような、まあ、まあお金はねあんま気にしないでもいいと思うけど、なんかセナさんに似合いそうなね、もっと。というわけでよろしくお願いね。実際に商品を買ったのは藤島さんなのでお任せするのが一番かと思うのですが。それはいいんですが、俺は一人で外に出ちゃダメなんですよね。そうですね、すぐに外出の準備を整えますので、うん、買った場所を教え願いますか。確か掃除機を買った日に駅前のあたりで。もうどうなるんだろうおー、はい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 。え、ない、髪留めでしょ。出た、あれと同じデザインのものはもう売れちゃってないよ。出た、ひろしさんみたいな野原ひろしさんみたいな声の人。嘘、本当にないと困るんですよ。在庫とか製造元から入荷とかは。うーん、あれは手作りの品で、うん、そんなに数も多くないから在庫はないよ。なんかね、こう一つ一つ何こう、これはなんか一品物ですみたいなさ、なんかこと言ってたもんね。なんかあんまりないみたいな。持ち込みの品を特別に売ってただけだし。やっぱりな。それじゃあその持ち込んだ人に連絡を取ってみてくれませんか。どうだろうね、こっちも売れ筋な商品の追加をお願いしたことがあるけど、そういうのには対応してくれないんだよね。なるほど。趣味でいろんなデザインを試してるみたいでさ、商売気がない人だからてかさ、売ってる時とこのちゃんと対応してる時のこのなんていうの、態度がすげえ全然違うからさ、なんか別人みたいな感じだなまあでも話口調はね、なんか同じだけどね、雰囲気は。なんかこういうところでなんかちょっと大人だなって感じするな。とにかくお願いします、とても重要なことなんです。うーん、とりあえず連絡してみるからちょっと待ってみてくれる。よろしくお願いします。俺の目の前でその店員さんは携帯で連絡を取り始めた。あの時、既製品じゃないとか、今買わないと二度と手に入らない、二度と手に入らないなんて言ってたけど、売り文句じゃなかったのか。やっぱね。藤島さん、どうしたんですか？お、千秋さん。あの時買った髪留めがもう売ってないらしくて。そうなのですか。それは困りましたね。今、作った人に連絡をしてもらってるんですが。あまり状況はよろしくないようですね。話を聞く限り、気難しい人みたいで。もし同様のプレゼントが無理なようでしたら、違うものをプレゼントしますか？それはどうでしょうね。なくしたことで自己嫌悪してるなら、下手したらさらに追い込むかも。まあな、そうなんだよな。俺に対して申し訳なく思っているだろうし。となると、俺になくしたという事実を知られること自体、嫌だと思うはずだ。今回の髪留めの代わりという形にはできないと思います。こんなに優しくされてるのにプレゼントをなくすだなんて、私ダメな子です。まあこんな感じになっちゃうもんね、とか言い出しそうだ。やっぱりあの髪留めが手に入るといいんですけど。お待たせしました。おおたたっつって。どうでしたか？それがやっぱり追加の発注は受けたくないそうで。まあそうなるか。そうですか。悪いけどうちとしてもこれ以上は何もできないから。いえ、こちらこそすみません、急に押しかけて変なことを言って。しかしどうしますか？このまま放置っていうわけにはいかない。あんな悲しい顔をさせるために俺は髪留めをプレゼントしたわけじゃないんだから。もしよろしければそのデザイナーさんと直接話をさせてもらえませんか？自分で直接頼みたいんです。え、あ、いやそれはなるほど、指名ってことですか？お願いします。迷惑なのは重々承知してますが、とても重要なことなんです。勝手に連絡先を教えるわけにもいかないから、この携帯からでよければ。もちろんそれで構いません。それじゃちょっと待ってくれる？おう。もう一度携帯を取り出して連絡を取り始める店員。これさ、なんかこの流れちょっとね、なんか見えてきた気がするで、この携帯の先の人が親戚のおばさんだったりするんですか？まさか。
いや、そういうことはないかな。セナのためにもなんとかそのデザイナーさんを説得しないと。いや、どうなんだろう。ああ、もしもし、さっきの件なんですけど。ええ、はい、それは分かってます。ただどうしてもっていうお客さんがいて、すごく真剣な感じで直接話がしたいって。あ、いいですか。ありがとうございます。なんか本当あの野原ひろしさんみたいなここら辺なペコペコしてる感じ、はい、話を聞いてくれるって。やった、ありがとうございます。俺は緊張しながら渡された携帯電話を耳に当てる。もしもし。もしもし。君が私の髪留めを気に入ってくれたよ。おお。ちょっともう一回もう一回聞いてみましょう。リピートアフターミーね。ミーじゃねえな。このね、このボイスをね、ちょっとリピートしておきましょう。もしもし。君が私の髪留めを気に入ってくれたって人？うん。なるほどね。はいはいはい。たくみくん。刺したかな。あれ、なんかこの声どっかで聞いたことあるような気が。もしもし、もしもし。いやいや、てんてんてんじゃないわ。てんてんてんじゃないわ。てんてんてんじゃないんだわ。いや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 、話せ何か。あなたもしかしてみたいな感じで話せ。おい。はい、ということで、なるほど、そういうことだったのか。そうだよね、デザイナーだもんな。そっかそっかそっか。まさかだな。いや、まさかのすぎない。そういう感じになるんだ。はい、ということで、じゃあ次回もお楽しみにって感じだな。いやもしもし、もしもーし、もしもし、君が私の髪留めを気に入ってくれたって人？いやー、そっかそっか、なるほどね。お電話もね、あんまり受けないとか言ってたけど、まあ忙しいからとかいろいろあるんだろうしな。まあまあまあ、そういう専属的なことはまあできないよみたいなね、ことだったんだろうけど。これちょっと人が人だけどな。これさ、この後の会話めっちゃ気になるな。もしもーしの後の。なんでここで切っちまうんだよ。まあ次回だな。はい、じゃあ次回お楽しみにしていただければなと思います。もうこのまま40分ぐらいさ、50分ぐらいまで撮りたいんだけどさ、ちょっとね、まあさすがに切りどころがいいんで、はい、ここで切ります。ということで次回ね、マジでお楽しみに。それではバイバイ。